はい、皆さんこんにちは、劇団おじです。さあ今回はね、これ自撮り棒が品切れ？ん？っていうねお話です。ちょっと前にねアクションカメラを紹介しましたね。で、まあ、この時のね、購入していただいた方コメントをいただきました。アレコさんありがとうございます。自撮り棒は品切れでダメでしたが9980円で購入できました。ありがとうございましたね。17日までおじいクーポンが使いますよということでずっとね、アピールさせていただきましたね。で今日は19日、おとといまでの注文はね、あの自撮り棒付きでダブルクーポンで、9980円ですよってね、案内してきました。で自撮り棒が下切りでダメだったって何人ぐらいいる？これちょっと気になって、これ自撮り棒下切れ、いやそうなのかなと思って、いや下切りでダメだったってどんな状況だったんだろうと思ってね。で、まあ、おじいがね予告したように、おじいクーポンね、タイムセール始まるからねその後でなんて言ったけども、わタイムセール始まるんですねって楽しみってね、でもおじいダブルクーポンで安くならないよって言ってはいたけども、まあそっちを狙っていた方ね、おめでとうございます。特典タイムセール12,980円です。でクーポンが2000引きなんで19,80円となっておりますね。おじいクーポン使った方が安かったでしょ、ね、それで、まあ、この内容なんだけども、これね、このプロモーションでこの出品者から1点購入すると1点無料で提供ということで、このアクションカメラを注文と同時にこの自撮り棒がね、無料でもらえますよということで、まあ、両方ともカートに入れるっていうね、こうチェックしたらこれで押しはね、もしくはこれを追加で入れるか、まあでもこれ入れるのが一番手っ取り早いけど、まあ、これで買った方がいいよっていうのをずっとね、皆さんにお知らせしておりました。でこれが品切れだったっていうことで、まあ、これが品切れっていうことはこれ自体が表示がなかったってことだよね。でこのね商品、まあ、これがまあ出現してる時しかチャンスがないので、まあ、これが表示されていなかったらもうそれは運なんだよね。クーポンと同じだから運なんです。でまあ本当一瞬だけ消えていった時があるのかなと思って、でこのアクションカメラのオプションのねこの自撮り棒、これの流れを見たんだけども、全期間166日なんだけど、品切れになって在庫が切れたことが過去に一度もないんです。これね。で、一体何があったんだろうっていう。で、まあ少なくともおじいがね、キャンペーンを打てた時ってもうここら辺なんで、一回も途切れてないんだよね。なので、この報告が今回初めてだったので、この自撮り棒は品切れでダメだったっていうのがね、他に何人ぐらいいたのかな。ね、まあちょっと気になるところではあります、ね。でまあ、あくまでもそのおじいが見た限り自撮り棒が品切れになった履歴はない。ただこれが表示されていないとダメなんだよね、これがね。で、これが表示されてこれで注文してるときはおまけ式のタイミングなので、在庫があろうともなかろうとも、在庫がバラバラだったらバラバラに送られてくるし、一緒に発送だったら一緒に来るし、ね、で片っぽ下切れだったら入荷待ちで入荷してからの発送になるし、これはアマゾンの処理なんだよね。うん、まあ来る来ないは、ただ本当にこれが表示してない時は品切れっていうのは出品者さんが言ってたのかどうなのか、まあ、そこちょっと気になるところなんだけど、でもあくまでもこれが表示されていない、いなかったらもうこれ運です、これね。このクーポンもそうなんだけど本当運なんだよね。で
あとはね、まあ、このね、皆さんこれ使ってみてどうでしょう。まあ、4K で撮る方は少ないとは思うんだけども、 4K で撮ってみた方、フル HD の画質と違い分かりますか。違いが。でおじいね、今回ね思うことは、まあ、日本人って基本的にバカなので、その肩書きがある人とか偉い人とかなんか業界の人とか、そういう人がこれが 4K だよって言ったら、ああ 4K なんだってね、こうやって信じる。これが SIM なんだって言えば、ああ SIM なんだって思うしね、そういうもんなんだよね。iPhone じゃないと認証うまくいかないよって、ああそうなんだ、じゃあ iPhone でってね、こうなるもんなんだよね。で例えば皆さんが、じゃあ今4K 対応のテレビをね、じゃあ買って、で 4K で見た場合、例えば、BS 放送とかね、まあ何だろう、 NHK もあるのかな、ハイビジョン放送ってね、確か。で BS、CS、いろんなもので、まあ、ハイビジョン放送というのがあると思います。でその放送を見て、これは 4K ですよって、 4K 放送ですっていうのを見て、ああこれは 4K なんだ、綺麗なんだなって判断しますか。それとも、ああ綺麗だ、これ 4K だなって映像を見て判断しますか。それとも、うわすっげえ綺麗だな、でもこれフル HD でちょっとシャープな画像かな、シャープな画像だな、わかんないなこれっていう人いる。で例えば 4K のテレビを買いました。で地デジで不思議発見見ました、いや 4K 買ったからこれ 4K だよねって思って、 4K だなと思って見てる人っている。 4K 買ったぜ、不思議発見 4K だぜってね、一緒で見てる人いる。報道ステーション 4K になったぜって見てる人いる。いや例えば、NHK のハイビジョン放送があったとして、じゃあハイビジョンって書いてあっても、本当にハイビジョンなのか、ね、これは何のカメラで何のチップセットを搭載するもので撮った、映像で、どの処理をして今こうして放送してるんだ、それが分からないことには信用できないっていう人いる。だ本当に 4K なのかな、どうなのかなって疑って見てる人っている。どれくらいいる。これはレッドワンで撮影した、ね、8K 映像ですとかね、ああレッドワンで撮ったんだったら間違いないよねっていう。でもレッドワンで撮影したとしても、その撮影した生データをそのまま垂れ流し放送してるとは限らないじゃん。当然レッドワンで撮影した超ウルトラ高画質の映像を、じゃあそこからテレビ局がね、編集をしてカットして編集をしてテロップ入れたりとかね、いろいろやってまとめて出してるわけじゃん。じゃあその編集はどのソフトで、どのチップセットでね、どのようにして作られたものなんですかって確認しなければ信用できないってことじゃん。おい NHK のハイビジョン放送、これ本当に 4K なのか、これなんか綺麗に見えるけど 1080p なんだけど、本当はちょっとシャープにしてるから綺麗に見えるだけで、いやよくここまでやったもんだと感心させられるって、
こうやって言ったらみんなそれ信用する。NHK 嘘なんだこれ、要求放送嘘なんだってそう思う？ご自身の目で見て 4K なのか HD なのか瞬間的に分かんなかったらちょっと危ないなって感じがするんだけど ね、 じゃあちゃんとそのね、じゃあ NHK がじゃあレッドワンと処理したねエンジン、そのテレビ局にあるそのシステムね、これの扱ってるチップセットのメーカーのね、そこのところの証明書をしっかり見せろ。国民として納得できない、視聴者として納得できない、しっかりそれを見せて証明せよ、ね、だから NHK 時期だ NHK 時期だという、ね、日本人ってね本当あのたちの悪いのがね、あの本当にあれだよね、恥ずかしいね、世界に知られたら本当に恥ずかしいね。あのどれぐらい恥ずかしいかっていうと、プーチン以下だよね、本当プーチンより恥ずかしいよね。まあそんなわけでね、皆さん購入されてね、まあ、4K で撮る人撮らない人いると思うけど、まあ、せっかく機能があるからね、まあ、ショットぐらいはこう撮って楽しんでみるのもいいかもしれないけどね、この 4K 画質っていうのが人間の目で見てあんまりよく上がんない、フル HD がちょっとシャープになったぐらいにしか見えない、これはフル HD なんだっていうほどのものが 4K なんだったら、うん、あんまりいらないよね本当。そうすると、いろんなね、プレイステーション5とかさ、ああいうのも、その、ね、Xbox シリーズ X とかですとかね、いろいろあるけど、おじいな初代なんで 4K 対応してないんだけど、新しいプレイステーションも Xbox も 4K に対応してるんだよ。そうすると、同じゲームでも 4K 画質で見れることができるんだよ。でもじゃあそのプレステ5でズランツーリスモ5をね、4K モニターに出力した時に、いやーよくできてるけどもこれフル HD なんだよな、ちょっとシャープになってるできないんだろみたいな感じで見てる人ってどれぐらいいる？このプレイステーションを使ってる処理してるチップセットのね、これがあのどこを見れば公開してるんだとかね、まあいろんなカスタムチップね、ソニーのね、だと思うけどもね、あのそういうところの証明書があって、ああこれこうなんだ、これ処理できた、ああじゃあ綺麗だな、おこれ 4K だなって、その時これを見て初めて、あ 4K に見えてきたよ、さっきまでフル HD にしか見えなかったけど、え 4K に見えてきたよって、なんのあれ面白いよね。だ本当ね、本当ね、発泡酒なのかビールなのか、まあ、この違いっていうのは明らかにね、ビール飲んでる人だったら分かると思うけど、でも意外となんかその喉渇いてたりとか疲れたりとか、なんか何か食べながらとか、そういった時によってなんかちょっとこうショーを見たりとかテレビ見たりとかしながら、なんか間違って横のやつこう飲んじゃったりしても意外と気がつかなかったりする場合があるよね、一緒になってね。で特にさ、ファンタのファンタオレンジとファンタグレープとコーラなんてね、鼻詰まってたりとかして匂いがしなかったら何飲んでもみんな同じでしょ、ね、違いが分からないよ、今飲んだのはファンタオレンジですか、ね、あのファンタグレープですかコーラですかって進んでてばっかり言うって言うけど、匂いで判断してるだけだから、ほとんど他に、ね、ただ甘いだけだからね、シュワーって炭酸と甘いだけだから違いなんてないよね、ほとんどね。
嗅覚がね、ダメだったらじゃあちゃんと分かるのかなっていう、まあそういうのもあるけどもね、まあ、とりあえず目に見える映像が 4K なのかフル HD なのか瞬間的に分かんなかったらなんか、まあ、人として価値がないっていうか、その残念というか、もうこの世の中何も成立しないというか、何も もう生み出す必要がないってことだよね。ね、あフル HD をちょっとシャープにして出せば、あの 4K で騙せるんだったらね、それで済むんで、いらないよね、技術が次のね。だからプレステ5で遊んでる人って分かるのかな、ゲームの違いが。よく YouTube なんか見ると、あのこのお姉ちゃんのゲームはプレステ5で遊ぶ価値があるっつってね、こんなに違うんだよってこうよく解説力説してる人がいるんだけど、あーこのゲームはやっぱり 4K でやらないととかね、それではこう、まあ、納得するよね、うん、あ確かに確かにってね、うん、まあそう思うけどね、まあ、それぐらいあの違いがよくわかる、ね、表現ってねあると思うんだけど、まあ多くのこと、あのこういう映像だけに限らず、人って本当にね、ああ言われたらこうなんだって思い込むし、そう見えてくるし、その真実はどうであれ、それで決めちゃうっていうね、日本人はそうなんだよ。本物なのかそうなのかね、確認もしないとか、あの見てもわからないとか、だから日本人ってバカだから、海外からねバカにされるのは、中身が偽物だろうが何だろうが日本人バカだからわからないよ、そういう感じで見られてるから、いろんなものね、だからメモリーだってさ、ね、何ギガでいくら、これすごい安いお得なんて買うけど、あの賢い人だけこれ以上書き込もうとするとエラーになるとか、中身遅いとか、ね、これは偽装されてるとか分かるけど、でも おじいこれすごい10テラのメモリーカードが特価でセールで980円だったよ、安いよね10テラだよ、うそーなんてね10テラ10テラってそれで喜んでる人もいればね、どっかの製作所はね、これインチキだとかね、徹底的に調べる人もいるし、人それぞれだよね、本当ね、うん、まあおじいのチャンネルのね見てる人でこれを購入した方は、まあ、4K 画質との違いが分かる方が多ければいいなって願ってるけどね。はい、そんなわけでね、まあ、自撮り棒がね下切れだった時があって、あの両方カードに入れられなかった時が、ね、あったみたいでね、本当あのタイミング逃した方ね、本当残念でした、まあ、でもね、まあ、自撮り棒、ねまあ、自撮り棒使う方はこうキーってなるけどね、うん、自撮り棒、まあ、あの100円ショップで自撮り棒売ってるんでね、まあ、それでちょっと代用していただければと思います、ね、まあ、そんなわけで9980円で購入できた方ね、本当あのこうやってね、今こうやってねありがとうございました、来てもらって本当ありがとうございますね、まあ、自撮り棒はちょっと残念だったと思うんだけどもね、まあ処分セールよりも1000円しか買えたんで、まあ、そこから110円使って100円ショップでね、あの手に入れてみてください。はい、そんなわけでね、本当まさかこれに関するね、コメントをいただけると思わなかったんで、おじいもびっくりしたけどもね、本当感謝です。ありがとうございます。本当ね。こうしてね、コメント、ありがとうねってコメントをやっぱ来てくれると、あ、紹介してよかったかなって、だんだん思うようになってくるよね。これ紹介した時はね、本当紹介するんじゃなかったかなっつってね、本当すごい後悔したんだけどね。しかもいろんな案件の紹介の仕方がさ、
いろいろ事前になんかやったりとか仕込んだりとかさ、そういうのも一切なしに、でほとんどみんなノーカットでね、開けるところから全部やってガチンコでね、それでやってきたポリシーがあって、で自分の目で見て判断してってこうやってきたけど、まあ、今回は思いっきりケチつけられたんだね。まあおじいの一発目の見て、なんだこれ滑らかで綺麗っていうね、そこをへし折られたんで、本当でそういうのはよくあることなんだけど、まあ、多くの人がね、いいねをつけたりとか、よく見てるとあちらの方が信憑性がとかね、そういうのを書いてる人もいたわけで、もうそれを見た時に、ああそういう人たちに向けて情報を発信しても、そっかもう中身無意味だよなと思って、あの時思ったのが、あこれ紹介します、これねこうやって撮れるみたいでね、いくらいくらになります、安いでしょね、興味ない方買ってねー、でもう別に中のシェット見せれば、あとそんで映像いらねえよなーと思って、だからこれがあってこうでとか使ってみるとか、あんまいるかなどうかなと思って、でそこ見て自分の意見とかいいね悪いねとかっているかないらないかなと思って、それぞれ見た人が勝手に判断すればいい話で、だからそこの個人的な意見っているかなと思って、ちょっとこう考えちゃったんだよね。なので、まあ、紹介してねって来たものは、こういうものがありますよっていう存在を教えればいいだけの話だから、別にわあ綺麗だね滑らかだねとかっていう、そんな個人的な意見なんか必要ないわけでね、あこれが取れたものです、へえ、ね、皆さんどうですかってね、これでさっと流れていけば、あフル HD にしか見えないっていう人はもうそれで判断してくれるし、いや 4K だね綺麗だねって思う人はそれで見てくれるし、だからもうおじいが何か言うっていうのはいらないよねって思ったんだよ、まあ、それも求められてないよねと思って、でおじいがどう見てもこうでしょうって言っても、でも理屈で言うとあちらの方が理にかなってるしっていうね、あったでしょコメントが、だからああまあそういうもんだよねと思って、まあ、どんなに生データを皆さんに提供しても、まあそういうもんだよねってことだよね。今回はすごい深く考えさせられたんで、おじいの意見とかあんま今後あんま出てこないかもしれないこれからね。まあそんな中ね、本当これ変えてね、変えて購入できたよってね、まあ、言ってくれただけでもまあありがたいからね。だからおじいの役目としては、まあ、9980円で買いましたありがとうって言ってくれてるから、やっぱクーポンだよね、まあ、中身がどうであれこうであれ、まあ、おじいの意見はいらねえから、これがクーポンでいくらになりますよっていう、そこだけあればいいってことだよな要は、ね、なのでね、本当今回はね、まあ、大きなターニングポイントになるというか、紹介するもののね、こう別に特に本当何も求められてないから、これが宣伝してねっていうのは、こういうものがあるんだよ皆さん知ってましたっていう、これがここに売ってるんでしょっていう、 このパイプ役だからね案件って ね、だからそこが原点なんだよね。ああそこに美味しいラーメン屋さんだよっていうね、でも美味しいっていらないんだよ、自分は美味しいって感じたけども、その人が美味しいって感じるかどうかわからないわけだから、だからあ美味しいラーメン屋さんだよっていらないんだよ、あそこにラーメン屋さんだよ、これだけでいいんだよ。だ下手に美味しいラーメン屋さんがあったよって言うと、自分の口には合わなかった、醤油嫌いだしとかっていう人もいるでしょ、ね、だからほらアクティブノイズキャンセリングも出られて、アクティブノイズキャンセリングだったらね、やっぱ頭痛くなるとかねで、あれいろんな人がいるわけじゃん結局、だからさいらないんだよね、ああラーメン屋さんがあるんでいいね、興味あるから見てみてっていう、でそこで美味しいラーメン屋って言わなければラーメン屋さんがあるよっていうだけだから、あと同じと判断してもらえば、あ美味しかったっていう人もいれば合わなかったっていう人もいるだろうしね。ただこれで撮ってみた、
で 4K で撮りしたら 4K であ綺麗だったって思う人もいれば、あなんかフル HD しか見えなかったっていう残念な人もいるだろうし、いや私は 4K 使わないからそれけどしかフル HD で60フレーム120フレームしか使わないよっていう人もいるだろうしね、まあ、人それぞれなんで、うんだまあ確かにそうではないっておじいも学んだんだよね。おじいの意見は求められていないからいらないっていうね、うん、なのでね、まあ、ちょっとこれもステップだよね、おじいのはね、まあ、動画もなるべく短くしてね、だから余分なこと言ってるから長くなるんで、短縮するためには自分の意見はなし、ね、これが一番手っ取り早いよね、これはね、まあね、まあいろんな意味で思い出に残るアクションカメラなんだこれねこれどうなの、ねああまだあれか、評価3つなんだねまだねで、うん、だからそんなに、だからそんなに売れてないってことだよね多分ね、あんまり買ってる人はそんなにいない、売れないカメラになっちゃったってことなんだね結局ね、うん、まあ結構人気のものだったらね、大体もう数日経つと大体もう人気のあるやつだとこれで多分30、40、50ってあるもんね。ね、誰か一人帰ったよって言ってその後なんか一個ぐらい増えたけど本当増えてないもんねみんなね、まあ下手に綺麗だって書くとねまあ大変だからね本当ね。はい、終わりましょう。そんなわけでね、アクションカメラ楽しんでください。コメントありがとうございました。おじいでした。またね、バイバイ。